はーい、皆さんこんにちは、のこです。対抗立志伝やってみましょう。さあ、前回はこちら、もみじのりなりが全ての剣技をマスターすることができました。おめでとうございます。これでね、一つエンディングを迎えたことになるんですけども、念願の天覧試合を優勝するという目標がねあるということで、今回頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、それでやっていきましょう。で、その展覧試合が来月ということで、あと4日か。で、表情が34日なので、これはちょっとなかなか難しいですね。まあ、一月でもいけるけど、一旦寄り道してみましょうか。じゃあ、こちら。はい。広告事情。はい、行きましょう。でね、富士山行きたいんです、富士山。さあ、では富士山登ってみましょうか。で、まず到着しまして、で、これで、どっか傘、あ、ここ、じゃあ、こう行ってみましょう。はい、お願いします。あ、ここは有名な富士山。評判通りの眺めといったところか。で、はい、富士山来ました。おめでとうございます。日本を代表する名峰。で、そうですね。じゃあ、じゃあ、寄り道はこれぐらいにして。では、今日の街行きましょう。まあ、上泉信綱さん倒せたら、まあ、優勝できるんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、で、到着しました。で、はい、じゃあ、薬飲みまして、はいはいはい。よし、では、展覧試合参加していきましょうか。御所に行けばいいかな。あ、よう参られた。そなたも展覧試合に参加なされるのか。はい、お願いします。行きましょう。では、予選会場へ案内しよう。ついて参られよ。はい。はい、ただいまより第1回戦を始める。西伊藤家鍋島直重、ああマジか。東北条家もみのりなり。伊藤家の名誉にかけてお相手つかまつる。今伊藤家にいるんだ。はあ、さあいざ。いきなり鍋島直重か。これは強えぞ。さあ行きましょう。で、現在戦績は104勝23敗。いやー、立派な数字です。んー、じゃあ一旦、じゃあヒゲ、で天狗賞で、はいはいはい、防御力上げておきましょう。これが大事ですからね。はい、天狗賞。さあ、まずは、あーで、向こうゆっくり来んな。うわー、怖えな。こう行ってみるか。はい。うわー、変なルート行く。怖い怖い怖い、この人怖い。じゃあこう行ってみるか。いや、こうだな。こう、お、まっすぐ来た。オッケー。どうだ。おーし、オッケー。鍋島直重撃破。1回戦から大物だぜ。さあ、で、これで、はいはい、それまで勝者もみのりなり。無念、伊藤京奈を汚してしまった。そんなことない。私が優勝するから。うん、大丈夫大丈夫。で、西今川家村井長頼。はいはいはい、あー強そうだな。この刀持ってるね、この画像は相当強つわものと見た。さあ行きましょう。まあ余裕余裕。もう上泉さん、もう何度も上泉さん出すけどさ、あの方に勝てりゃもう他の武将なんてね、もう全然大したことないわ。はいはい、天狗賞。さあ、これで万一事故が起きても大丈夫。おっ、じゃあまっすぐ来るだみたい。あぶねー。おい、こう言ってみるか。はい。お、ちょっと外した。こう、うわ、危ねえ危ねえ危ねえ、もう怖いなこの人。こう、うわー、もうやだ。オッケー、よし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 、オッケー、ナイス、楽勝だわ。まあ言うて私も武力がね85などで、なかなかね、まだまだ、まあ、トップクラスではないので不安なんですよ。さあ、第3回戦は、あ、諸岡一派さん、マジか、お師匠様。いつぞやは、ありがとうございます。相手はもみ堂でございますか。一刀流の妙技、楽しませていただきますぞ。いざ。さあ、指定対決。いきなりか。不安だわ。また、じゃあ、防御力上げとこう。もうこの天狗賞、ほんとこれ頼み。はい。はい、天狗賞。まあ、多分一撃で倒せるとは思うんですけど、うわ、変な動きずる。一旦下がるか。うわ、はい、神妙剣来た。
いてだが大丈夫、私にはヒゲ。ヒゲ、はい、傷薬がある。はい、いきなり回復。はい、まあ、このもみんのになり1話目がね、天覧試合決勝まで行ったんで、いやあれすごかったな、ようあそこまで行ったね。さあ、まあ、すごい、きれい、あー、きれいか。いや、ここはじゃあこう行ってみようか。お、いける、いける、よーし、オッケー。あのね、前その1話目の決勝進出はね、相当ミラクルだった。要は回復手段もないのにね決勝まで行った。あ、拙者としたことは一般流人の内に傷をつけてしまいました。みんなプライド高いんだよねで、第4回戦、西岡本頼氏さん、あー、初めての方かな。うわー、槍だ。なんとなんとなんと、これは、いやー、リーチが長えな。じゃあ、はい、じゃあ、はい、天狗賞、まあ、これで一突き疲れても大丈夫なはず。うわ、あぶね、怖っ。こうしてみるか。これぐらいかな。うわー、あぶねー。とりあえず近場に行こう、近場に。こう。お、うわー、怖っ、わからん。このやつはわからん。はい、こい、きれい。オッケー、ナイス。あー、残ってる。待て待て。はい、ヒゲ。じゃあここはそうだな、じゃあ八神の太刀にしよう。はい、スター返し。あ、まずい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 。うおー、八神の太刀だけど向こうは使い返ししてる。あー、でも、あー、よし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 、ふう、あぶねー、防御されずに済んだわ、よかったー。さあ、で、それまで勝者もみーのになり参りました。乾杯でございます。第4回戦までは危なげなくね、進んでますね。で、第5回戦で、中条流戸田正源さん、あ、戸田先生じゃないですか。あ、こんにちは。一刀流か、相手にとって不足はございません。お師匠私ですよ、モミーですよ。さあ、行きましょう。さあ、108勝23敗。まあ、今のところ順調。じゃあ天狗賞ね、はい、行きましょう。はい、天狗賞。さあ、どうでしょう。一旦こういくか。で、火、はい、毒病剣、攻撃力めっちゃ上げるやつだ、恐ろしい。こういってみるか。さあ、来た。どうだ。オーケー、ナイス。今日は冴えとる。よっしゃ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 っし、いいですよ。さあ、それまで勝者もみーのになり、それがしとしたことが中条流のないまま、わかったわかった、もうそれでいいわ。第6回戦、柳生宗俊来たか。こいつは強えぞ、お師匠様。もう師匠ばっか出てくる、恐ろしい。こっから魔の領域よ。まあ、とりあえず防御力を上げとく。はい、どうぞ。はい、天狗賞で、おそらく必殺技使ってくるんじゃないかな、やっぱりね。はい、月影。さあ、どうだ。まあまあまあ痛い、きれ。どうだ、まあ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 、できれば、次の、7回戦 ?6 回戦か。で、傷薬使えれば。で、拙者としたことは自信かけるよ。お師匠様、もう自分をいじめないで。で、いよいよ準決勝。あー、7回戦か。さあ、伊藤弥五郎か。一等祭か。なになに、わしを見事倒せるかな、年下のくせに。多分年下だよね。恐ろしい。で、一旦ここは、ここは、そうだなあ、ここは天狗賞使おう。で、一旦防御力上げといて、で、近づいてくるやろ。で、一回距離を取る。はい、
うわー、毒面剣。あー、これは怖い。怖い怖い怖い。で、下がって。で、ここで、じゃあ、いや、一等祭強そうだな。傷薬、はい。はい、応急処置。さあ、これで。きたー。こう。うわー、こっち来た。あ、危ね、危ね、危ね。で、ヒギ。まあ、霞まだ使えないんだよな。じゃあ、こういっか。さあ。うわー、怖えー。で、ここいらで勝負に出る。こう。うわー、マジか。こうは。もうそそまっすぐ来るやろ。ヒギ来た！無双剣！あ、でも効果はよくわからん。怖ー！来た！うわー、来てない。もう、怖いよ。変な動きしないで。こう。切る？うわー、切れない。いやー、どれもできんなー。やめとこう。こうするか。うわー、切られた。うーわー、負けたー。マジかー。いやー、来年も開催するからそれまで腕を磨いておこう。じゃあ、わかりました。やってもうたー。いや、ほんと展覧試合難しいなー。さあ、表情でございます。あれから9ヶ月ぐらい頑張ってこの指名を頑張ってきたんですけども、これでおそらく昇進できるのでは。で、指名の結果もいいですね。よし。はい。さあ、で、どうでしょう。はい。のりなりの働きを認め、過労に昇進される。これからもわしのために働いてくれ。ありがとうございます。さあ、ということで出世しました。で、そうですね。今月は合戦を行いたいと。最近ちょっとね、こちら、調略にハマっておりましてね。じゃあ、はい。で、じゃあ、里見家を、はい、調略したいです。さあ、どうでしょう。よし、OK、ナイス、ナイス、ナイス。で、武士勲功50上がりました。で、私、のりなりは、3000冠を与えるから、朝廷に赴いて、陶器との中を深めてまいれ。了解しました。これね、めっちゃ楽なんですよ。じゃあ、行きましょう。では、では、じゃあ、京の方に向かいまして、さあ、公家のところに会いに行きましょう。あー、で、行商人だ。はい。あー、で、馬くれる。はい。じゃあ、これ買いましょうか。はい。で、これで、菊手、春末さんっていう方にお金を払えば、終わりです。じゃあ、はい、公家。はい、菊手春末さんですね。こんにちは。まあ、まずは茶席をして、はい。で、神前度上げまして、で、はい、口添えで、で、大体、まあ、6000巻ぐらい上げればいいかな。はい、都言葉を使用しました。で、6000巻でおじゃるか。大上もお喜びになろう。で、3ヶ月後の展覧試合あるからね、頑張っていきましょう。で、大上には、ご機嫌うるわしゅ、菊手春末でおじゃります。で、あ、天皇様だ。あ、お春末が、して、こたびは何をぞ。のりなりと申す者が、朝廷にご献金をと申しております。ほう、そらそら、もみいとら、大義だろ。ああ、天皇様が直々に私に声をかけてくださった。では、どうぞ、お納めくださいませ。で、北条家の貢献がやや認められた。ややか。まあ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 、いいでしょう、いいでしょう。で、これで戻れば、まあ、たくさん褒めてくれるんじゃないかな。あー、待って、なんか買い物しとこう。で、3ヶ月後か、負けたくねえな。さあ、ということで、1年待ちました。こちら、展覧試合やっていきましょう。はい、参加します。お願いします。さあ、第1回戦始める。で、1回戦は、斎藤利光か。さあ、朝倉家の名誉にかけてお相手つかまつる。よろしくお願いします。いやー、利光もなくせもんだからな。で、向こうやりか。そうですね。まあ、とりあえずここは天狗賞ですね。はい、さあ、行きましょう。うわー、怖。まあ、こう言ってみようか。よし。あ、切れんのか。こう来るかな。
オッケー、よし、向きだけ変えただけ、ナイス、いい読み。よし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 、まあ斎藤としみす程度には負けんよ。さあ勝者モミーノになり、無念、朝倉京奈を汚してしまった。もうそうやな、もう肯定してやるわ。さあで第2回戦始める。佐伯コレノイさん、あーこんにちは。なんかあんま強そうじゃなさそうだけど、さあ行きましょう。いやーえぐい。まあここで苦戦してるようでは天覧試合優勝なんかできやしない。さあ行きましょう。はい、天狗賞で防御力上げて、あー踏み込み遅。こう行ってみるか、切れる。おーし、オッケー、ナイス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 、よーし、はい勝利。さあそれまで勝者モミーノになり、無念、しかし同じ北条家の侍に負けたのであれば悔いはない。あれうちの人だったっけ、ごめんごめんごめん、完全に知らなかったです。はい、第3回戦、あー吉岡憲法、なんで先生出てくるの。うわー、憲法先生ご無沙汰しております。いやそりゃねえぜ、いきなり、しかも地形師。来いか。うわー最悪。痛い最悪。こ、先生頼むぜ。ねー、まだダメか、打ってみるか。いやー先生一撃倒しちゃった、回復できてない、きつい。いやー先生、それがしとしたことが吉岡流の名に傷をつけてしまった。私ね、吉岡流の印鑑持ってるんで大丈夫ですよ。さあ第4回戦は大石智久さん、宗家かな、宗家かな、どっちだろう。いやーこれどうだろう、とりあえずこの人に関しては天狗賞は使わん。ちょっと一回マジで回復、止血、はい。さあここで全回復。この人はもう一撃倒したいな。いや油断は禁物、一旦距離取って、で距離取って、でこう、でここで羅刹使おうか。さあこれで繰り出し戻せるか、はい。さあ天狗賞、うーかわせ、あー危ねえ、バイこきた、うわかわしやがった、もうやめて、合力、うーんどうだ、かわすなよ、よーしオッケー、よし振り出しに戻した、オッケー、よし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 、よし、まあおそらく次から柳生宗悦とかね、もうたくさん出てくるでしょう。でも3回戦で吉岡憲法だもんな、きついな。さあ第5回戦、わあ戸田正源先生だ、先生図がどんどん出てくるから。さあ行きましょう、こっからが本番ですね。どれだけ負傷せずに決勝までいけるか。さあまずは天狗賞、はいお願いします。はい天狗賞、うんで向こうまっすぐ来る、でちょっとこう、はい距離取って、で距離取って、この辺かな、ヒゲ、うわ絶妙剣使ったか、まあ、くっそー、やりよった、いけるか、うわー呼んでくるね、こう、わからんな、もう先生聖剣先生、うわー毒妙剣か、くそ技も使えん、一発殴ってで、倒したらダメだからね、 OK で、ここで身動きを取れなくさせることできるか、ねどうしてもね攻撃当てちゃうな、
まあ殴るしかないか。じゃあここはもう天使使ってやるわ。はい、幻で、はい、くらえ進化系流究極奥義幻。はい、はい、シュパコーン。オッケー、よし。さあ一発食らってもうだな。これまずいな。さあ行きましょう。はい、それまで勝者もみのになり、中条流の9傷をつけてしまったもん。まあそうやな。で第6回戦は柳生宗俊か。きた、近え近いよ。なんとか一発で倒せないですかね。これじゃあ天狗将も使えん。まっすぐ、まっすぐ来ちゃくれないのか。やばこ、もう倒しちゃった。うわ最悪おー柳生先生。さあこっからですよ。さあ準決勝は伊藤斎伊藤斎なになに、わしを見事倒せるかな。お願いします。近いってば。だからやっぱこれめちゃめちゃやばいな。まあ、とりあえずなんとか霞を打つしかない。だー危ねー。いけるか。毒目を受け、こ倒しちゃったやばいこっから、こっから誰が出てくる。やばい、行くぞ。うん、やるな、のになに。もうわしを超えたな。ふ、寂しいやら、嬉しいやら、ありがとう先生、ありがとうございます。さあ、いよいよ決勝戦を始める。決勝戦は、新刀流、塚原僕で。ああ、どうだろうな。あの、硬い人だよね。わあ、お願いします。だ、ちけーって、もう、な、無理だって。一回逃げれねえかな。いや一回ちょっとまっすぐ来ると見て。来た。ええー。わ勝てマジで。でここでここで霞を使う。はい。うお霞。でいやーでもこれなー。まあ、どうせ防御するでしょ。うん、一回距離取ってもな。ここはここはね、羅刹か。羅刹いきましょう。はいはい、羅刹。さあで、よし。でここでもう一回、もう一回向かう。よし。でこれで霞だ。はい。で暗い霞。でここで一旦回復した方がいいか。いや待って、もう一回、もう一回殴る。もう一回殴って、で、もう一回霞使おうか。こう。よし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 。削ってる削ってる。で、もう一回霞。もう一回霞。よし。さあ、で、霞。で、もう一回殴って。もう一回殴って、もう一回霞打つ。わ、かわされたーやーばい。あー、マジか。はい、霞。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。でもこれが切り札だな、正直。さあ、これで当たらないと負けるぜ。さあ、どうだ、どうだ。よーし、オッケーオッケーオッケー、勝ったー、よっけー、よし、やったー、オッケー、やっと勝てたー。それまで勝者もみーのになり。
拙者としたことが神刀流の名に傷をつけてしまった。おらどうだ、傷をつけてやったぞ。見事じゃ、褒めて遣わす。あ、天皇様、そっちの腕は天下一じゃ。まこと剣聖と呼ぶにふさわしい強烈至極にございます。お神からご家長の品でござる。うん、ありがたく受けられよ。読めない。ついに天覧試合で優勝できるほど腕前となったな。もう天下に敵なしというところか。はい、天覧試合の優勝に満足せず、このままゲームを続けますか。まあこれで頂点いったんで、これで終わりにしましょうか。行きましょう。はい、天覧試合で天下一となった今、強さだけを追求するのは肌頭虚しいだけだ。おごりではない。優勝した今だからこそこう思うのだ。力が全てではないと。む、そうだ、わかったぞ。わしが求めていたのは人を斬るための武芸ではない、人の心を生かす武芸だったのだ。さあ、こうしてもみのりなりは人を真摯を生かす武芸を追求すべく開国修行の旅に出た。ある時は禅寺に現れて参禅し、またある時は七たる剣客と試合を行い、勝利者はまた行方知れずとなった。そして10年後、ただの武芸にとどまらない禅の精神を盛り込んだ活人剣を完成させたのであった。この活人剣の精神は近世武芸に多大なる影響を与え、もみのりなりは後世に名を残した。さあ、ということで終わりました。もみのりなりプレイ終わりました。でシステムデータセーブします。いやー、剣豪プレイめっちゃ難しかったな。やっぱ天覧試合がめちゃくちゃ難しかった。もうあとね、その上泉さんとかね、ボクデンさんとか強い剣豪さんに勝つのがね、本当に大変だったな。いやー、お疲れ様でした。いやー、で、はい、天覧試合よーし、オッケー。で、刀剣秘技全得ですね。いや、お疲れ様でした。ということで、じゃあ今回でもみのりなりプレイね、最終回でございます。皆さんありがとうございました。いや、もみの池様、皆さんね、見届けてくれてありがとうございました。またね、次新しい武将やっていきたいと思いますんで、そうだな、シナリオもね、結構ね、あるんですよね。まあ6個あるか。で、主人公はというとね、もうたくさんあるんでね、この中からまた選んでいきたいと思います。はい、それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回の武将をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ルベンでした。さよならー。